瀬戸熊くんと太郎くんの差が11,300ですね。やっぱり11,200、うん、これは連チャンだからね、はい、うん、ということは瀬戸熊はハネマンの出上がり以上が欲しいということになりますね、うん、ドラはいいピンです。さあ森山プロ、この瀬戸熊の手配からのハネマンはどういうルートが、まあ、それはどういうルート、今のところの見えてないよね、うん、ただ何か作んなきゃいけない。それよりも太郎くんが逃げれるかどうかの方がポイントですよ。こちらですね、うん、チュンといつは絶好。このチュンはね、前原くんから出るかっていうとなかなか出ないかもしれない。確かに。ただ親から出るから、猿川くんが持ってるから、はい、だからこのチュンは泣けますよ。相当泣けそうですね、うん、確かに。で、まあ、さっさと終わりそうな雰囲気、うん、そして猿川としては連チャンが必要ですから、うん、太郎に対してパイも絞りづらい状況ですので、絞れないし、はい、まあ、絞れないっていうよりも太郎くんに楽に行くよね、展開的にね。だからまあ太郎くんもこれ今シャーとかいろいろあるけど、とにかく目いっぱい手を広げても今はいい状態じゃないかな、きっと。瀬戸熊は染めますかね、打点的には。まあ、これじゃちょっと染めないとしょうがないってことかな、うん、今の染めに行ったね、うん、はい、うん、太郎数万からポンですか、食い単への変化も、うん、単野をちょっと見せといてね、うん、まあ、こういうのはやりたいタイプなんだよね、うん、うん、こういう単野に単野を結構普段から単野をいっぱいやるから、はい、ね、単野っぽく見せといて、まあ、チューンはもう必ずこれ出ちゃうから。あ、出ましたね、狙い通り、うん、さあ太郎、ね、勝ち上がりに向けていいシャンテン。ただあといいマッチになってくんないと、ね、そうですね、押しては来るよ、うん、まあ、もうサルカーが降りるっていうことはありえないわけですから ね、さあこの英卓戦勝ち上がるのは前原と太郎か。今の、うん、今のね、この例えばチュン泣きとかでいい雰囲気でハイが入ってくるかもしれないからね。さあ猿川がカンパーソを仕掛けて、これは初の後付け狙いです。前原ドラドラですが、前原君は別に大事にやることはないんだけど、連チャンさせないだけぐらいですかね。そうですね、うん、自分でまあ邪魔したくないが先だね。あ、なるほど、うん、何にもしたくても、うん、もう勝手にやってと、うんうん、多分変な、私が変な切り方して迷惑かけちゃうのは嫌だなっていう。2人目は皆さんで決めてくださいともう自分たちでやってくださいと、うん、私もはっきり言って点数的に関係ないから、はい、まあドラドラあるけど関係ないからもう無駄なドラだね。さあ瀬戸熊ハネマンはやっぱり本一ですか。これはうん、まあ、これはもうどっちか行って、うん、あれだよ、親の連チャン、サルカーの連チャン待ち、連チャンお願いした方がいい、はい、うん、っていうことはサルカーにここ泣かせていくような、まあ泣かせるというか自分が普通に上がりを見て進めるっていう感じになるんでしょうかね。プラス、まあ、もう多分今上がりを見ても難しいでしょう、これ。ということはサルカーを進ませちゃえみたいなのも、まあ、進めちゃえはあれだけど、ちょっとこの手が跳ね間、マンガンとか跳ね間になるの可能性がちょっとないよね。見えない。まずはやっぱり2フロのね、太郎さんに打たないことが。ただ流派泣けないとダメだからね。そうですね、流派誰も持ってないんですよね、うん、今のとこね。太郎が掴めば切ってくる可能性もある、うん、それは全てが前原君以外はみんな切ってくれるから。そうですね、絡み合ってます。前原さんも普通に役なしのテンパイ、やっぱりそうだねこれそうですよね。チートイリーズもチートイドラドラ、リーズもチートイドラドラ、ね、上がりまではちょっと厳しいけど、うん、このウーアンはもう結構流れてもっていう感じ、ね、あー天敗だ、換算層だね、換算層は捨て牌ゼロで、うわ、や4山だ、4山、あーかー、これはツモ上がりもありますし、猿川1回は3層吸収できます、うん、まあそうですね、やっぱり瀬戸熊太郎に放銃しないように最善の注意を払って、うん、あとおー今来た、単野もあるってこと、単野はないな、カンパーそっちですもんね。太郎に一応泣かれない方っていうことか、うん、さあ換算層は山4、三層がなんか簡単にこうひょっこりひょっこりっぽいね、うん、ここは流派だしね、シャンポンはこれポンになるよ、これポンポンだ、追いついた、三層が三層4枚、初2枚、三層がどっちが先、三層が先だよ。猿川はこれも初でしか上がれません。太郎は換算層、数万ポン、数万とチューンをポンしている。うわぁ、三層1枚流れた、これ普通に切る感じですよね。でも猿川にあ
論されちゃう。いやまだ出てないから、あのションパイだからこれね。なんか他に切るのがあれば切りますよ。運送が今通ったってことかな、うん、あそっか、夜会案行否定されてないですもんね。そうですね、うん、そうですね。あのポンから入ってるでしょ、うん、ポンポンでしょ。猿川君、いや猿川カンパーソーチースーソーポンです。あ、そうかそうか。ちょっと本一には見え、本一には見えないですよ ね、 ですよね、まあ先付けみたいなそんなのに見えちゃうんだろうな、まあ、シンプルに初あんこがまず考えられますから ね、うん、ね。おお2枚流れた、2対2。分かんなくなった、分かんなくなった、ね、枚数イーブン。まあただ分かんなくなったとしてもしても、あの親の連チャンがあるだけだから。積もったね、300太郎だ、旬300、500の積も上がり。いやー最後は自らの手で3層積も上がる。さっきも3層一発積もでしたね。おお確かにペン3層、はい、2局連続3層仕留めた太郎が見事決勝に駒を進めることとなりました。